皆様こんにちは。本日はまたもやこのライトの黄ばみを成功してみたいと思いますが、これもですね非常に大変でございますね。これがね大変ですよ。もうザラザラ、もうねかなり来てますでね、自然にねこんな傷までついちゃうんですね。もう表面がねかなりただれてしまった状況でございますね。これは黄ばみになる一歩手前ぐらいですね。大きな黄ばみがまだ発生してないですね。まあ小さな黄ばみとですねそのざらつきね、これこうなるとねもう簡単にはなかなか取れてくれませんので、なんとかクリアに戻してみたいと思います。それでは施工開始したいと思いますが、まずね最初にいつものようにこのホコリからですね傷を守るためにですね細かいホコリを最初に拭いてくださいね。このセスキのクリーンシート炭酸ソーダ、これすごく綺麗になって簡単に綺麗になってですね使えますのでおすすめでございます。でもちろんね洗車を綺麗になさってからやっていただくのも全然構いませんので、お水でね拭いていただいてもいいですが、ではこのシートでこの汚れてしまったですねヘッドライト綺麗に拭いてあげてください。でねこのザラザラのところにね結構ねパウダー状のね砂がね乗っかってる時があるんですよ。なのでねこれはね結構しっかりと拭いてあげないとダメなんですね。結構汚れますでしょ。でこの段階でね黄ばみがあると結構取れてきますが、まあ、このクリーンシートはこの辺りが限界なのであくまでホコリをですね取るためとお考えいただくといいと思います。さあこんな感じですね。で次に、はい、それでは次にですねいつものようにショップタオル、私はショップタオル使っておりますが、これにはいこのコーヒー沸かし燃料用アルコール、こちらをですねたっぷり浸してください。で、ね、このようにたっぷり浸すと長くね使えますからね。で見ててくださいね、これで拭くと黄ばんでるとですね白くなるんですよ。黄ばんでる箇所がね特に白くなるんです。いかがでしょうかね、これ真っ白になりますでしょ。でこちら見てください、巻き木、これがね軽く拭くだけでね取れちゃうんですね。もうすごい真っ白でしょ。でね、これがね大変なんですよ。結局ねお悩みの黄色の物質がですね溶けてくれるんですね。酸化したポリカーボネートがアルコールで完全にきれいに取れるわけですね。でこのようにですね黄色くなりますので、この黄色が拭いても出てこなくなるまでアルコールで拭いていただくと。でこの段階ではね何回かこうシートチェンジしていただいて黄ばみをね取るということに専念してください。ねかなりねしつこいんですよ。軽くねこうやって拭くだけではなかなかね取りきれない物質なんでございますが、少しずつこの黄色が 薄くなってまいりますので、何度となくたっぷりアルコールをつけてですねこうたくさん染み込ませていただいてこう拭いていただくと、でねこの薬品はねボディに
多少ついたぐらいでは何ともありません。薄いアルコールですので、このままね、ストレートに軽いマスキングでやられても多分大丈夫だと思いますが、まあ、今回念のためにね、一応こうやってマスキングしておりますけど、はい、でこうだんだんとねアルコールで拭いても白っちゃけなくなってきましたでしょ。これがねポイントです。何度か何度かしつこく拭いているとといっても、まあ5分ぐらいのことなんですけどね、また黄ばみが取れるまでたくさんアルコールをたっぷりシートに染み込ませていただいて、このようにですね取っていただくんですね。でとにかくね、この黄色の物質とそれから黄色くなっていないライトの表面から深いところですね、そこの間にある酸化物質を薬品で溶かしてしまおうという作戦なんですね。はい、だんだんとねこう溶けてくるとね、まだ黄色の出ますでしょ。でね、黄色いと黄色物質があるとまだ若干曇りますので、これが取れなくなるまでアルコールをたっぷりつけて拭いてくださいね。ね、だんだんとねこうクリアになってくるんですよ。とりあえずですね、焦らなくて全然大丈夫ですからね。一瞬ね真っ白になるんでびっくりしますけど、それは取れてる段階であるとお考えください。で力全然いらないんですよ本当ね。あんまりギュギュやるとね、ポリカポネートですからね、ひびがいっちゃったりするといけないの、いけないので、もう力をねそんな込めないでくださいね。でひどいところ、ひどい箇所はですね、時間を置いて何回かやってあげれば、その酸化してしまったポリカポネートにアルコールがゆっくり染みてきますんで、そこからどん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 取れてきてくれるので、焦らずね、じっくりやってくださいね。じっくりといっても5分から10分で、ペーパーをですねこう何回か変えて、このようにアルコールをたっぷり染み込ませて拭いてください。でこの取れてまいりますと、もう本当にねこのペーパーがスル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 滑らかに動くようになりますから、その辺も、あ、取れてきたなっていう信号となりますので、分かりやすいですよ。とってもね。でね、ダイレクトにね、かけても多分大丈夫だと思うんですが、ちょっとムラになるといけないので、やっぱりこのようなね、ペーパー利用してやっていただくのがいいと思います。ひどい箇所、こういうねちょうど局面のトップのとこですかね、やっぱりひどくなりがちですね。はい、こんな感じでね、はい、それではまた。でこいつは今回のはかなりひどいので、ちょっと念入りにやってみたいと思いますね。やっぱりね、青空駐車だと当然なりやすいですね。これはやはり紫外線のせいでしょうかね、とか、まあ、雨酸性雨とかそういうことも
いろいろと要素が重なって、こうなってしまうとは思われますが、よいしょと、はい。でね、これでかなりね、極みは取れてまいりましたので、一度この辺りでですね、このいつもご紹介しているルックスですね、クレのルックス、こいつをかけて今度は鏡面仕上げの方向に持っていきたいと思います。最終的にはですね、このような感じで仕上がります。もうピッカピカになりますね、かなりいい感じで。この黒ベースのね、ヘッドライトも綺麗に見えております。いかがでしょうか。なんかもね、左右両方とも同じレベルで綺麗に施工ができますので、ぜひおすすめでございます。時間はね、10分ぐらいですので、一度お試しください。